近世大分の町と村ということでお話をさせています一番最初にですねこれはあの江戸時代のまあ終わり頃に、えー、人々の身分とかそういうのはどうなっているのかなとちょっと字が小さくて申し訳ないんですけどもあのここに数字を挙げています「士族」いわゆる武士ですねそれからこれが354人「卒族」「卒族」っていうのはまあ 市じゃなくて市よりちょっと低い、まあ、足軽とかですねそれから岡藩はねこれ卒が非常に多いんですけどこれは王城屋を全部卒属扱いにしてるんですねでこれが1273郷中これはいわゆる農村に住んでる人ですね村方に住んでるこれは1万5349これはあのー、家です全部県です単位はで、えー、市中これは武田の町に住んでる町人です であのいわゆる士族はほとんど全部がこの竹田の町に住んでるんですが卒族は今も言いましたように村方に住んでる人ももちろんいますだけど、まあ、いずれにしても豪中に住んでるいわゆる百姓身分の人が1万5,349、まあ、パーセンテージで言いますと士族が2%それから卒族が7.2%それから豪中、まあ、いわゆる百姓身分が87%。 それから市中に住んでいる人が三点七パーセントというふうになります。じゃあもうちょっと今度は人口でえどうなのか。で、どこに住んでいるかってこれ家中というのが出てくるんですね。ややこしいんですが、あの今のようにちゃんとした人口統計じゃないんで、この数字も多少違ってるかもわかりません。も多少ではなくてかなり変わってるかもわかりませんで、えー。 家中という、まあ、武士身分の家人口がこれがですねパーセンテージで言いますと10.5さっきの「死」と「卒」を合わせたぐらいで大体いいのではないかとそれから、えー、岡藩はあのー、三沢犬飼木浦小平という特別な地域を持っております。でここに三沢犬飼の人口が774木浦小平両山。 木浦は小値町ですね。で、えー、ごめんなさい梅町ですね。あの最寄りに今入ってます。だから尾平が現在の小値町文豪の市の小値町。これ両方とも鉱山なんですね。あのー、最後は三菱が鉱山になっておりますが鈴を鈴や鉛をまあある時期には銅を作ったというこういうこれは人口六百十九それからだ、えー、から山の中で暮らしている人が六百十九にいたと。 この時期はかなり悪いんですで明治以降もまた再興するんですが、まあ、現在はもう全く、あのー、やっておりませんそれから三沢犬飼これは三沢は現在大分市の,あの大野川の河口にあるここと犬飼これは大野川の中流現在はやはり豊後大野市なんですこれはいわゆる在町という城下町ではこの竹田町が城下町ですが城下町じゃないけど、まあ、村方にある町。 まあ特に三沢、あの大阪江戸へ行く港です。それから、あの犬飼は小野川の川の港ですね。あの今も犬飼のところの犬飼大橋の下のところへ行きますと。かつての桟橋を作っていた石が岩が残っております。それから、えー、三郡郷中。大野名直入り大分。この三つに領地がありますので、三郡の郷中で。 6万圧倒的にいわゆる村方が多いんですこれもパーセンテージで言いますとこの豪中が84.6それから渦、えー、中が10.5、えー、これが 0. いくらですねで城、えー、下町が2.8パーセント7万5,259、えー、この前のところにあの慶応4年の慶応四年の人口が 75, 人明治2年の家数が1万7,657まあ大体一軒に4点いくらぐらいといい家族はですね大体いいそういうふうに考えていただければいいと思います。だから町と村といいますけれども圧倒的に江戸時代には村に住んでた人が多かった。で逆にしかしこんな、あのー、さっきの人口構成の方を ご覧いただいたらこういうふうに町に類するようなところは特別な扱いしてるわけですね。そこがまあこの特徴でありますで、えー、これちょっともう字が小さくて見えないんですがこれ下にですねこれあの大分歴史辞典という OBS から出した大きな辞書がありますこれに私が載せた辞典の数字なんですけども。 えーっとですね、もうちょっとあの当時江戸時代の大分県というのは豊後の国が国東早見大分天部大野直入楠日た8軍豊後が8軍それから宇佐下がこれは豊前の国なんですが2軍この10軍で現在のこの明治明治12年が 大分県現在の大分県になった一番古い人口統計です。で、えー、ここにちょっと見えにくいんですが、七十二万三千四百五十六人。これが明治の初めの現在の大分県の人口です。現在大分県人口いくらぐらいですかね。昔、まあ、は百二十万な県民って言って今も百十九万。 2040年には89万になるというふうに人口減少社会になってますんで言われておりますだからこれが一番古いそして明治5年はここは文語は全体が分からずに語全体そして宇佐島に入れまして68万。だから明治以降 まあ70万前後だったものが今120万で50万人ぐらい人口は増えてますがあと三十数年経つと20万ぐらい減っていくということに統計ではあるんですそしてですねこのこれがあの大友先,先週じゃない前回お話ししました大友義宗が秀吉に提出した23万いくらというのがこの豊後の国の高なんです。 でこれが一番両方がわかるのがですね、元禄十四年と元禄こちら元禄十五年なんです。で当時のこの大分県のいわゆる国高が四十七万六千二百五十九、村の数が千七百七十四あります。現在大分県の市町村はいくらですかね。 皆さんは58市町村とずっと覚えてこられたんですけども今18しかないんですね。江戸時代のこの時には1774明治の頭になりますとだったんですこれはですね、まあ、詳しくお話しするともう時間がかかるんであれしますが。 あのこのあとちょっとこの村の状況を具体的に見ていきますのでその中でお話をしますけれども大体、あのー、よく「石高石高」って言いますよね。で、あのーまあ、明治の初めの石高というのが現在の大分県が58万4,317なんです。実はここにこう天挙いっぱい書いてますがこれ作るのに大変苦労しました。 もう10冊ぐらいいろんな資料を見ながら一枚の表にしたんですがこれがちょっとコピーが悪くて見えにくいんですけどもで明治の初めに石高が58万石現在の大分県ですねそして村の数が1,824あ,あごめんなさい2,161でこれを A 分の B っていうんでやってますが一国につき え何人住んでるかっていうのがこの A 分の B です。であのー、これはこっちが分かりませんので実は A 分の C という軍ごとの数字も取ってます。で結局一国につき1.23人これちょっと頭の中入れてください詳しく言うとややこしくなる。で部前を合わせると一国につき1.17人。だから 例えば先ほどの岡藩は7万国と言いますから、だいたい7万人ぐらいというふうにだいたい人口計算していただくと、江戸時代の人口というのははっきりわかりませんが3000万国っていうんで3000万人というふうにだいたい推計しています。でここでですね、特にこの全部がわかりますから、軍ごとの見てみますと、あの1個国につき国司軍は1.17人とでこの中で一番特徴的なのは。 天辺郡が一国につき2.54人だから高知の面積からすると非常にたくさんの人が住んでいるというのは天辺郡なんですね天辺郡というのはご承知のように現在の薄木市、津久美市、佐伯市先ほどの梅町はあの大野郡ですので江戸時代までは明治の昭和30年まではで結局ですね一国の高知について計算すると天辺郡といはたくさんの人が住んでるんです 藩、まあ、なんて2万石ですけど3万5千石人から4万人ぐらい人がいる結局高知以外の農業以外の生産が奄美軍にはあったわけですね。ですから非常にまあちょっと偉そうなことを言いますと生産力が高い農地に換算すると生産力が高いそれに対して尚、えー、入軍とか北軍とかっていうのは これはもう完全な九州軍とか農地型なんで、あのー、農地の問題でですねついでにもう天辺軍で追っかけてみますが天保数154に5 4明治の初めに320になる。うん、なぜなのかこれはからくり後で上浦中浦下浦というヒントを言っておきますから。 ちょっともうこれ長引くと進めませんので次に行きますこれもちょっともうあの絵が悪くて申し訳ないんですがこれはあの江戸時代の旧大分市域今新しい大分市域じゃなくってえ大分市市を私作った時にこれ作った図ですこれはもうあのご理解いただきたいのは何かというと領地が非常に錯綜してますよとこの辺りこの色が船井藩ですこの緑が ああこれは薄木藩ですね。この辺にも薄木藩ありますし。こっちにも薄木藩あります。この辺にも薄木藩あります。あこれは緑はごめんなさい。熊本藩ですね。あ熊本藩です。で青が薄木藩です。それからこの赤いのがこれは信岡藩です。それからこのこっち、えー、もう一つこのこれはばこれは幕府領ですね。信岡藩この辺ですね。それから あ、こ、これも信岡藩かな。まあ、結局、要するに申し上げたいことは。江戸時代の大分市は。船井藩の領地もありましたし、臼木藩もありましたし、熊本藩もありましたし、信岡藩もありましたし。幕府領もあ。さらには、岡藩の領地も。ほんのちょっとですけど、あります。だから、まあ、先週、前回お話し,しました。小藩分立領域錯綜っていうのは。現在の大分市なんていうのは、一番典型的に。 作装しているわけですね先ほど1,700いくらあるという、まあ、元禄豪町と豊、まあ、前と豊後の具体的な姿が分かるのがこの元禄豪町なんですね一番両方で分かるのその中でちょっとこう変わった村を取り上げていますで城下町一般的に城下町っていうのは町ですよと。 いうんですが、どうなっているのか。早見郡の城下町、これはあの、肘藩がある。肘村なんですね。まあ、古は仁王村。というふうに言ってた、というふうに、この元禄号朝に書いてます。ここは大きいんです。1282国三島二省という。非常に大きい村なんです。これは、まあ、あの、現在の肘城下町以外も含んで。肘村という扱い。を 実は木月の町が出てこないんですこれはいつも私も長年杵築の藩のことをやってるんですけどよく分からんですねそれからですね大分郡大分郡で城下町っていうのはご承知のように船井城下町船井城下町に類するのは船井町だけかなと思ったらそうじゃないんですね千住道町松末町船井町道志寺町笠和町清家町 まあ今皆さんが分かるのは清家という地名はあの西大分の辺りを清家と言ってますが実はこの清家は正式には町じゃないんですあの城下町じゃないんですこの千手道松末府内同時寺笠間五つが府内城下町を形成してこの清家は西三下村清家と田の春う育子という三つのところが西三下村で府内は実は 後から出てきますが町として出てくるのはこの5つだけなんですその下に尼鳩軍これは町屋敷村村なんですよ町屋敷だけど村ってこれは臼杵城下町が町屋敷村という村なんですこれは幕府に届けたものを正式にはこうですよということを申し上げていますそれから塩屋村 塩屋宣言と言ったりしますが、これは佐益の城下町です。だからこれみんな村なんですよ。草群森城あのまあ城下お城はないんですけども、や福島の館があるところ、これは森村は852国。この町屋敷っていうのはこれ非常に小さいんですね。それから島根ここは 中津町と出るこれは宇佐軍ですから出てるあ下,下郡軍出てくるんです中津町いにしえは中津町畑と。うん、でこれが小さいでしょ92国1都5所4。でこの町屋敷村も180国で小さいんです。でこういう小さいのが実は、まあ、町の特徴なんですね。それから陣屋町これはあの武田の町もこれ出てこないんです あの総がはハだという形で村の扱いになっているんだろうと思います。まあ陣屋町なんかあの例えば国崎郡に高田村とこれは島原藩がまあこの時はまだ島原あ来てますね島原藩が来てるんですが650個大分郡に高松村これも幕府の,の大観賞がありますここは古西江は麹口麹口村とも言います。 日後藩のの熊本藩の陣がありました鶴崎村これも263三北軍には陣屋周り村と,いうと豆田というところがあるやんで、ね、内緒で町と扱いしてるんですねまだこの頃はしてるんですけど実際には豪町という幕府に届けたものでは陣屋周り村の中にあるあのまめじゃなくて熊縁があるやろと熊はこの中城村の中に入ってる豆田熊が もちろんここのもう既然に町が形成されてますがあのー、あごめんなさい中条じゃない武田村の中に入ってる陣屋有村と中条村が現在の豆田に関連しておりますそれから宇佐郡に四日市ここはあのー、今も四日市ありますがここはあのー、大干賞がありましたそれからさっきの宇佐村1996国一都二省八号九社 このののうちの戦国はウサ神宮の領地ですまあこれは村でついこの間ちょっと九十の方行ったもんですから取ってきたんですけど稲ほど便利ねこれはもうあの貯蔵も効きますしおいしいですし、ね、あの貯蔵が効くっていうのが一番強い利点だそうですからそれからあの連作障害がないんですね。 弥生時代からずーっと2,000年以上作っても今も作ってますからねじゃがいもであるとかなすであるとかを作ったらすぐもうダメになってもう一つ今度はこれ特に村であります国東郡の姫島これはさっき言いましたけど奈良時代以来一回も町村合併したことはない87校ですえここはもう江戸時代には田んぼはありません 畑があるのと、まあ、屋敷があるのと、まあ、漁業とご承知のように製塩業生塩ですね塩を作ってた。であのー、漢文2年,2年ですね1662年の検知、まあ、帳が残ってるんですけどここにはですねもう皆さん方もご承知私は私のすぐ近く田舎のすぐ近くの島にもうずっと残ってましたが産屋という。 かかりますかおてあの中でお産をするのに女性たちが、まあ、小屋を作ってそこでお嫁さんが結局根気に言いますとこき使われますからねそのだから女性たちがみんなでの出産をする家を作るこの漢文二年の建築帳に姫路まで4つだったんですねあの残っております。そういう意味じゃ 非常にまあ独特の島東昇部ということで独特の地域をずーっと残してきて奈良時代から一貫して現在までそれから、えー、この次はですねこれひじ大きい村をちょっと拾ってみたんです早見郡の藤原これはあの今肘町からこう上っていくあたりですがここは2,692さっきの姫島は87国です。こるとこの国大賀村 戸もっと大きいのがあ一緒ぐらいですか戸畑武村九州これも2,600戸それから宇佐郡の武井村これは2,500戸さっきの2,000石を超える村っていうのはもう大変大きいんです大体平均しますと数値的に平均しますと200石ぐらいが標準的な村の大きさです。で そういう中で大分府に葛城村というのがあ、あのー、今キリシタン殉教公園というのが、あのー、ありますが,あそこが葛城です今バス停がキリシタン殉教,教公園前になってますが私が大分に赴任しました昭和49年頃は獄門バルと言ってました。<laughs> はい あのバス停やなんかではね、古いのがよく残ってるんですよ。あのー。今の下郷から上がって行って、あのーえー。バス停に。一里塚というバス停があるとかあります。あ、ご承知ですか。あら、あそこはちょうど船内から出て二里なんです。一里塚があったところ。ろそれとか。まあ、えー。鶴崎からちょっと向こう行くと、群坂井という。バス停がいっぱい残ってます。これはあの。 大分郡と天部郡の境まあこのすぐ近くで両軍橋というのがあるじゃないですかあれが大分郡と早見郡の境なんですねだからあのバス停とね踏切の名称が非常に古いのが残ってますちょっとこう気がついたらご覧くださいあ、余談なこと申し上げます葛城村というのは五領これは幕府領です中川家領岡半領稲葉家領宇宙木半ここは三つに 一つつの村が3つに分けられてるんですなぜなのかっていうのは今日の大津さんの話なのでここはもうキリスト教徒の大居住地域でものすごく弾圧を受けてます。でまああの殉教公演ができてるんですけどもそれから大分郡のこれ庄内のところで新村というこれは新しく、あのー、御船色だったっけあの色ができて作られた村です。 それからですねこれはさっきちょっと言いました天美軍が村がめちゃくちゃ増えたという原因はですね現在の佐伯市上浦部分に相当するところ上浦村という大きなくくりにあん中に麻紫であるとかですねあの新名目であるとかいろんな裏と通称するとここれがいっぱいあるのこれは私たちの犠牲犠牲で朱印城村朱印村というて 幕府からもらもってきた衆院上には上浦村この中には麻布井もあれば新ナメもあればこれ,これが現在の上,上浦町にほぼ相当する中浦村これは大体いい旧鶴見町に相当するところこの中にはん、えー、ですかね私がよく行くとこれ拝出浦とかですね有明浦とか。 もうわんわん村があるんですね。あのリアス式地形ですから、そこに村が見えとっても、そこに行くのにこんなにしてから行かないかんっていうぐらい。だから非常に小さい村になるんで、便宜上こういうくくってしまった。下浦村。これは中が組に分かれてるんです。これはご承知のように、与のず。ニューズ。構えという三つの組に分かれて、その下がまた。あの構えであるとか、楠本であるとか。えー、なんだ。 名古屋であるとか、いろんなこ裏に分かれてる。これは。なんから佐伯藩の二万石の中には。たくさんの村があるんです。実際上あるんですが。さっきの表の。二千いくらになったのは。明治の初めに、それぞれの裏が独立したんですね。まあ、法制上ですよ。実際には、この。裏方というのは、非常にそれぞれの裏が独立が強くって。あのー。大抵、岬が。境になってまして。 あの隣の裏は何する人ぞぐらいのところが多いんですね明治の初めにこういうところを一つの村にしたためにあのいろんな紛争が起こってますあのまあ例えばこの楠本とニューズやったかなどっかの紛争はあの矢次郎浅間の地域で矢次郎街っていうんですが。 皆さんが知ってるんではバカガイとか、あのー、青柳とかっていうあれが川谷の地域でやじろうがいてその漁業権を巡ってね紛争になって一つの裏なんですよもう法制上は。なってるんですが当時の大審院まで最高裁まで訴えて、あのー、裁判になってます。なかなかか裏のの独立っていいうう、あのー、難しいと思うだから こういう形で山部郡、特に佐伯半領は上浦中浦下浦という3つの村におみが作ってしまったんですね実際の生活別ですそれからここはちょっと今からさっき2,000石の村にいました小っちゃい村です大野郡、藤川内村4国9都藤川内ってご存知でしょうか藤川内渓谷 私も一度か二度か行きましたが。遠いですね <laughs>。途中で道がもう細くなってて、ここで転落したらどうするかなという。あの、今キャンプ場になったりしてね、つけは非常にきれいなとこなんですよ。はい、ここはだから、五国です。二千国の村もあれば、五国の村もあるんです。一口に村と言っても、いろいろある。 で、さっきの城下町も実は村扱いされているで同じように、えー、向田これも大野軍大野軍というのはさっきのもう申しませんでしたけど非常に村の数が多いんです大野軍直入軍直入軍には下迫村これも、まあ十国以下の村というのは実はそこで農業なんてだけではなかなか成り立たない。 当時これはもう全部岡藩寮です大野軍の多くとこの下迫村直入軍は岡藩の多くだから岡藩は村がめちゃくちゃ多かったそれから楠軍さっき言これそれからこの村がこう実はこの佐伯のように隠れてるやつと明治の初めに分かれていくと明治幕末,末,末,末ぐらいから村が分かれていくところがあります。これが 宇佐郡に、ご承知のように宇佐郡さっき呉崎神殿のお話し,しましたけれどもあの宇佐郡の沿岸というのは海岸干拓神殿というのがたくさんできるわけですね。で私もこれこれも難読地名ですね大分、えー、県にいくつか難読の地名がありますがこの与野津なんてもう難読地名の例ですけれども。 まあ今最近とか地名ブームで関東とか一尺発すで三尾山とかっていうのがよくあの地名のお話に出てきますけど、これも竹竹伊と地元の方がおっしゃる。これは村え元禄時代には二千五百四十四個非常に大きい村だったんですね。これが明治の初めになりますと上竹下竹東竹西竹浜竹いくつですか？一二三四五つに分かれる。 でこの頃にたくさん神殿村ができます乙女神殿上小山神殿群中神殿高砂神殿順風神殿南鶴田神殿北鶴田神殿岩尾神殿久米神殿久米神殿っていうのはこれもご承知のように広瀬久米現在の広瀬知事のご実家にあたります。で この久兵衛さんが非常に力を注いで作ったから久兵衛神殿という名前が残ったまあ今こう「郷,郷という、まあ、村の名前と数字としか書いてないものから、あのー、お話ししました。もうちょっと別の資料で、えー、これは高田不動記という、えー、熊本藩領の、まあ、村名最長というか村政要覧 文化年間にこれも名前聞いたとおそらくおそらくですよ書いてないんですけど脇乱出が作ったものというふうに私は推察してますが高田不動機の中に出てくるで高田っていうのは大分県豊後高田とそれから大分市に高田っていうで今もこの高田地域っていうのは地名的に言うとこの和獣地帯なんですね。で熊本半領で高田天長の中でもあの今鶴崎 からその鶴崎の南に今鶴崎高校からずっとね大野川と音津川に挟まれたあの一時期どっかのコマーシャルでこの和中地帯というのをやってましたがまあ和中地帯で有名なの木曽川の和中地帯が有名なんですけども高田哲長須菅財島賀財という方もいらっしゃる私が聞いてる限りは菅財というのが正確らしいんですがそこは 大野川があって,音津川があってこの川に挟まれて水害にしょっちゅう見舞われてるところ,ところが農業水利に恵まれてないなここにちょっと書いてますが菅台八,八ヶ村なんですがともに地味,く地味よきゆえ村立てもありつき間には中には極品のものもあれど不眠も多 非常にあの土地はあのいいしだから、ま、あの地味はいいんだけども極貧のものもいるけども不眠も多いと今熊本城に行きますと「波に木梨丸」という参勤交代で熊本藩が使ったあの御殿を展示してありますがお気づきになった方いらっしゃるでしょうか。これはこの菅材にあった徳丸さんというお家が。 上徳丸の首藤さんというお家が明治以降払い下げて持ってたのを熊本市に寄贈されたんですね立派な御殿ですそのいう船を買うだけの力を持った府民もいたわけです。で八嘉村は一円、まあ、全く平らなんですが皇帝少しもなく大河を東西に受けて村内には小川もなく畑一式の地なんです。 川は大野川という立派な川があって大津川というまあ分流ですけどもあるんですが田んんぼはないんです今この高田地区っていうの,の特産品野菜ですよねあのガラスハウスやビニールハウスで例えば大葉であるとかトマトであるとかそういうものを作っているんですよ。実はこれはもう江戸時代からなんですでここはもう畑だけなんです。 日本で畑だけのところっていうのは、まあ、北海道をいざ知らずですよ非常に少ないんですねさっき言いましたように水田稲作が基本なんですがこういう特別な地区もあるそして八か村ともに農劇に婦女は布を織り,りて悲作物をし、し故に分も減り布の,の,の流れとだから女性たちは内職で一生懸命布を織るとあとから出てくる嫉妬もこの辺りではよく追っております幸いはしてませんここはできないんです。で えー、こういう鶴崎という町にすぐ近いもんですから日雇い多少稼ぎそのほか書色商商商ナイフだと思ってとせるそれも農業だけではいい畑作だけですからなかなか食えないんで農業以外に日雇いとか多少稼ぎですで畑だということでごぼう大根土地に応ずる上銀ぎのために百姓をほどほどにして応じてもっぱら作れるごぼうはよく伸び太く柔らかにしてその味最もよく。 このの地名冬になりて鶴崎町その他府船別府関臼杵ごりのほどは皆売り歩き今へつぎごぼうとよく言いますへつぎもね河川氾濫の地域であの砂が地が多くてごぼうを作りやすいんですで高田は,これは高田ごぼうという形でもう江戸時代から有名なでこの近辺に売っていくという。 それからもう一つこの村は鍛冶職の者の数人ありと多く釜を作れて行とすと農業、農家事ですねであのさっき文う後高田とそれからこの高田両方とも鍛冶屋さんが結構多くてですね高田鍛冶っていうどっちの高田鍛冶かという時があるんですが江戸時代にはこの鍛冶屋さんはもう皆釜を作っていると。 金他国へ持ち、げるもの、あ例あの今大分市にもう店の名前があまり出なくなりました昔の横満という、まあ、金物屋さんだったんですが今はの、ね、ホ,ホームセンターですかねホームワイドですかね,すかねもう今はイオンの系統に入っているようですけども <laughs> まあ横満というのは横町鶴崎の横町の万次郎さんだったかな。 それが横万さんの、えー、横満さんはあのこのこの釜やらとういう金物をだからこの地区というのは農業といっても稲作農業じゃなくって畑作農業で、えー、こういう銀納なんですねお金年貢はみんな昔の教科書はみんなお米で年貢を納めてましたと。 で明治以降の地主制になったらみんなあの現物でお米をあの地代はみんなあのお米で納めてここは明治以降でもあのこうちょっとこれ1911年の高田村で出してますがここもあの明治以降でも戸作料は全部お金で払ってるだからこんなところが日本にあるのかと私は一番最初思ったんですけども。で これは明治大正明治45年ですか4年かに作られた高田村勢というでここはですね本村が農業主体の立たた土地たることは争うべからざる実況といえども農業主体なんですあくまでもしかし高地として水田なくまた農業の父母とも言うべき林野なきは普通農村と大いに趣を異にするところだと。 まあ農業のためには山っていうのは絶対いるんですね。下草を買ってくるのももりますし生活にも要りますじゃあここの人たちどうしてかっていうと例えばこの対岸が臼杵漁の宮川地こちらに西の方が松岡なそういうところに入山料を払って山の松葉であるとか下草であるとかを借るだから農業,の農業の父母ともいうべき林野なきと非常に変わったところなんです。 でえー、大野川の本支流は本村に隣接する松岡村の一部すなわち大技大鶴と本村と包囲セルを持って洪水氾濫せば村内の家屋はあげて浸水し農作物の損害少なからざると異なるとあのこの高田手長とそれからこちらの今東芝の工場があります慶っていうところあの辺行きますと土地がガーッと上上がってるんです もう何年か前もう私が来た頃ろ三十数年前はこの高田寺長のお家には軒下に船をぶらさ、れました。今あの軽のところにちょうどあののスポーツ公園からずっと大きな橋ができてますが。あの辺りにお家立派なお家がたくさんありますけど、こんなに高く上がってるんですね。あのところに平地で作ったらいつするかわからない。まあこのオースルっていうところが私も。 先日も行ってる写真撮ってきましたここがちょうど船あの川が分水するところなんですね大野川と訪れで,で非常にあの水のあたりが強いだから中にその高寺長が浸水するかあの右の方の宮川地方に行くか東西の方の松岡の方に水が行くかどっかでまあ大野川っていうか非常にあのよく氾濫を起こしております。えー 昭和になっても何回も反乱を起こした。じゃあどういう産物があるのかということでございます。これはあの二つの例を二つの例で一と二をしています。これあのお土産と呼ばずに土産と呼んでください。産物という文化国史というまあ十九世紀の頭に作られた。で国崎軍の産物は何かっ これなかなかもうあれなんで読みませんがそこから「食塩」これはさっきの高田これは文後高田ですそれから「香道寺」「おわら」「姫島」こういうところで作られたそれから火ここ打石なといこの赤をしているこの「筆頭むしろ」これちょっと字が草かむりがついている数なんですけどちょっと間違ってます数号で国東軍ではこの「筆頭むしろ」が非常に産物ですよと。 他は大体これ薬草ですそれから早見郡これジ地酒といいますが肘から出るジ地酒これはあの将軍に献上されたりもしているここにも執刀むしろがありますで例えばこれ生姜です別府浜脇からたくさん出るこの別府の産物生姜なんですね江戸時代はそれとかここに火打石これちょっと字が開いてるの六太郎村って現在の山釜です それかから何がいいですかねこの半毛なんてのあっ蠣が出るとかですね醤油うゆがこういう醤油なんてのはやっぱり城下町のそれからこれ,これは鮎ですね。今度大野軍大分軍直入軍、まあ、三冠軍を含めたちょっと大野軍はこの赤してるまは水晶白石へ それから石灰あのいわゆる木裏、これ滑石それから鈴鉛鍾乳木裏帯びらそれから農具木璃というこれは桑を作ったりなんか絵,を絵を作ったりするそれからこれ椎茸がもうすでにこう出てきますそれから大分巣、これは府内の城下町からですこういう醸造業なんていうのはやっぱり城下町の産物それから嫉妬それから ああ粘土これはあるですね、えー、刀これが高田刀つ釣行きさっき言いましたあのー、高田鉄長あ食塩これは萩原ミサそれから、えー、このさっき、えー、織物をするというのがありましたが紬の絞り染めの感動布というのは高田刀門田それから五宝あ海苔がミサですねそれから直江リ君これはあの綱地です大仙山の宮山キ島だろうと思いますそれから それから,椎茸から梅これがあの竹田の資料を見てますと今梅」っていうのは、ねまあ、大分県では大山ですが日本的には和歌山県ですよね。でこの竹田の武士の育った方があの女性の方なんですけど和歌山藩のお女中で使っ 竹田から梅を送ってくれたら大変おいしい。当地のものは全然、うん、勝てないというぐらいのことを言ってます。でまあ竹,竹田ももう一回芽作ったらどうとか言ってるんですけどね。でからこれこれですね大豆。これはあの名古屋郡地帯っていうのはご承知のように田んぼがあんまりないんです。ほとんどないんです。いまだにやっぱり苦労してますね。あの高原キャベツとかなんかトウモロコシとかでやってますのはハタチだから。 二十歳の産物としてこの岡豆あの他の資料では岡大豆と言いますこれを見てください最も大阪の高高低下なりと大阪で一番高い評価を受けているのが岡大豆だというだからまあ今地域を起こして皆さん苦労してるんでこういうのを見直すというのも一つのとりただ大分県を代表するさっき言いました産物嫉妬むしろというのは 大野軍じゃなくて大分軍さっきの国崎軍それから早見軍これがあの筆頭の最大の産地でございます。ここに行かれた方います？青島神社。ついこの間この写真を撮るために行って私は一回行きまして道にもう二十年ぐらい前に行ってて道にま今回たどり着けずにあの。 もう一回この住宅地図を見てようやくたどり着きました。これは。最新な。この。橋本五郎右衛門。僕は五郎左衛門と思ってたんですが。五郎左衛門。五郎右衛門。これは府内の商人なんです。その府内の商人が。府内に生まれて。琉球医。琉球医、琉球井草という書いてますが。これを、あの、まあ、戸からなんです。戸からに行って持って帰ってきた。で、その。 この関城川現在の秦野町えっと別府市の境ですがここで栽培するんですが失敗してそしてもう一度行ってようやくここでこれがまあえ船井藩に持って帰ってきたそして早見樹月一堂に広がっていくんでこれは昭和ですね十何年に作られた神社なんですさっきの青島神社ですね。 実はあの大分県にはこの執刀に祀る神社がもう一つありまして木月に聖縁神社という青むしろこれはこの橋本五郎衛門とそれから秩父藩の木下利長という藩士と木月藩のお殿様の松平重康と秀秀近という四人が祭司になっていますこれはできたのは昭和十四年ぐらいですだからこういうやっぱり 青島神社という形でこの地域の特産物として祀られているということをご理解いただけと今からが本番なんですが今からいや今日は村の話よりも町の話をしたいと思って町って何なのかということをまあ書いてますが辞書を見ると「 人がたくさん集まっているとか、商店が並ぶと、まあこれが辞書の意味です。ただし本来はですね、町っていうのは区画なんですよ。で、村って本来何なのかと,いうとの辞書を見ると人がたくさんいて田舎田舎で人のたくさんいるところで村があるから来るんですね。で、町はもう本来は区画なんですが当然やっぱりたくさんでさっき言いました城下町、宿場町、門前町、港町、まあ機能によるぶ。 で日本の都市の最初の起源はいわゆる奈良の都、まあ、一番最初は藤原京でまあ皆さんが一番分かるのはあの平安京例えば京都市でも左京区とか右京区とかあの大黒殿から見て左側方向から言うと東になりますがそれが左京区で右が右京区という右京に分かるんですがこれを初めて作ったのがこの町なんですね。ここもちょっともう省略させてください申し訳ありません。 で町湯っていうのは特徴は、あのー、城下町とそれ以外の町いろいろありますけども住んでるのが城下町の場合は武士それから町人商人職人日雇い浪人居住区が武士や町人寺院神社それぞれこう違ってきてるんですねあと少し申し上げますただだんだん、あのー、混在化していきます。 まあ、居住区と身分が即応している武家屋敷は、には武家しか住んでない。町屋には町屋敷分には町屋町人しか住んでないというのが本来のあり方なの。だんだん混在してきます。で、町の名前の中に、神山町とか魚町とか虫町とかっていう、いわばそこにかなりたくさんいただろう職種の人の、ま名前を取った町もあります。それから町というのはですね、税金がこの間口にかかってくるんです。あの。 村の田んぼは縦横をかけて面積にかかるんですがあの町は基本的に間口にかかるとなぜかというと奥行き入りと言いますけどこれは船井の町の場合は15軒2 7ーぐらいですか1.8かけていただくといいんですがこれでもう基本的に決まってますからそれで間口を三軒間口なのか実験間口なのかによって税金が決まってくるんです。 で、えー、ここに表裏だんだんこう間口があのー、裏裏がりとかという言葉はご存知かわかりませんが、まあ、表住まいと裏住まいという表街が縦と横に二つに分かれてしまうことがあります。それからですね、もうちょっとまあ一辺多くはあのー、平屋ですけども、だんだんな二階建て 中2階3階建て3階建てはこれはもう明治以降の建物ですこれこのたに今回収してますがあの3階建ての昔歯医者さんだったんですが今回解体してみてこんなに粗末な家だったのかで2階の上に小屋を建てたようなぐらいでこれはもう危ないからって今うんで解,解体っていうか工事をや,やり直してます。それから屋根の材料 これは草吹き、板吹き、藁吹き、茅吹き、瓦吹き、まあ、だんだん草吹きや藁吹き、茅吹きから板吹きになったり、瓦吹きになってるそれから瓦帽子というのは竹田で独特に出てくるんですがこっから中のところはみんな瓦にしなさいよとただ瓦にするためには建物がしっかりしてないと屋根の重みで倒れてしまうんですねだから瓦をするのは非常にわたる それからこれ屋根の形っていうのは屋根は一緒なんですけども道にあのどっちが向いてるかっていうのはつま入りと平入りっていうのがあつま入りっていうのはこ,のこっちの部分が間口に見えですから横,横を向けてるのを平入りというこれは建物は一緒なんですがあの平入りの家とつま入りの家とあるで屋根の形が霧妻入りもや寄棟ってまあいろいろあでまあを歩かれるときに そういうい屋根の問題とか道の問題とかいろんな形を調べていただくというそれから門でも四足門八,八足門老門櫓門宗門,宗門,宗門薬井門歌舞伎門長屋門梅門とかいろいろある庭もいろいろある。じゃあ武善文庫におけるさまざまな町まあこれはあのご覧頂ければいいことで城下町のほかに陣屋町豆田とか熊とかいうの町鶴崎なんかも。 在というのはさっきの犬飼なんかがそうですね、えー、へつぎ市大体こう古い地名が市って,ことっていうの残ってのは大体在町というだ津だって能津市尾野市これ無名ですね武田の在町でたまらい田中現在の大野町それから街道町まあこれはいろんな機能は皆な重なるんですけども九十白に能津春今市まあ今今市の石畳道が割に有名です。 それれから港町これはもうたくさんあります高山町さっきの帯平木浦鶴成これは肘町のああ山賀町ですねそれから門前町宇佐神宮の門前町宇佐町それから豊前前光寺の門前町もありますこれはもう職人とはどんなものかというんですがまあ職人にはいろんな職人がおります。 これこをちょっと省略させていただいてまあ、武士キタイン・職人尽くし絵というこの有名な絵巻物があるんですがそれには中世末から近世の初めの職人が出ておりますこれちょっと絵でこれは府内の平面図ですここが先週ちょっと前回お見せしました今の文化会館のあるところですで、この堀が今なに残っておりますこの堀がこちらにあの 今アートプラザですかね市役所がこの辺なんですで、ここがお城ですこの中にも堀があったんです今文化会館この前ちょっとお話ししましたけどこの中にも堀があったんですが今今残ってる堀はこれですで、この堀を出たところ今の新宅町小学校とか市役所とかこれ全部ここが侍町ですで、ここに侍町への入り口がありますこれは現在の大分郵便局中央郵便局がこの辺になります でこの道が時はの前の通りです。で、あこのこの掘です。これ中堀と言ったりします。がこちらにも堀がありました。今あのアクアパークという時はの裏にあの公園がありますが。ここのここがちょうどそのこの辺になるのかな。あそこの発掘調査しましたらもう水がどん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 出てましてもう処理に困ったというぐらい。で,でここらあたりが今の中央警察署になりますね。 ここは中央警察署の建てる時に発掘調査をしましたらあの本当はやっちゃいけないんですけども釣りをした人とか網をした人とかってあの網についてる鉛が出てきたりですねそれからざるが出ましたざるが出たんですけど水の中に入ってたざるだったんですけど持ち上げたにチャーッとにままだからこうもう府内の町っていのはこ,うここにだからお城がお,お殿様がここに武士が住んで この外が町です。でここが笠間口といいます現在の竹町のからあの今の全日空ホテルの方に行くここは入口に笠間口というのですでここが西新町という今も地名は残っておりますでこれがいわゆる竹町通りですでこの竹町通りからお城の中に入っているでこれがあ、えー、堀川口 府内の町に入るには3つ口があります。堀川口、笠川口、米屋町口ここですね。ここですね。ここに米屋町という町があったんです。で、これがここが町人の屋敷です。これがあの今大分た駅はすぐ左に高裁寺というお寺あります。ちょっと動いてますけども、ここがこの角にあった。で、この外を踊いという格好にしてます。で。 実はですねこれちょっともう絵でわからないんですが実はこれとこれが一つの町なんです。町というのは今は例えばこういうブロックを一つの町にしますけど実はこの道を挟んで向いているところがこれは室町だと思います。室町と室町これは上なんとか町となんとか町。で全部こう道を挟んで さっっきちょっともう省略しましたが上房制という藤原京平城教平安京という昔のあれは全部この区画でやってるんです今私団地住まいなんですが私は大分市の住所をうんでもしょうがないんですが4丁目18の5と言ってるんですが18っていうのは一つのくくりなんですね。裏裏もも一一緒に私からすすると裏の家もつのつりです それに対して今後の京都の町、今も京都のなんとか町という町が残っている。これは向かい合った町が一つの区切りになの。で、ここにこのあの名前書いてないところがあります。これが竹町なんです。これはあの大分知事に私が書いていろいろ変な町をこの竹町もこれどうしてこう,うができるのかとかですね。 えー、いろいろなこと書いてますのでぜひこれ大分市史に入れてあるものです。ですからこれが堀海です。ここは堀川で、あの船の郷土町という港です。実はねこれ府内の船で大分の町でもこの区画今も残ってるんですこういうところ。これはもう大体これは今あの大堀のところですから。それから実はここの辺りが今大手町の山頂目と言ってます。 この後ここが長浜神社ですからねねこの辺りへ行くと一方通行ばっかりでしょうなぜかというと町の区が変わってないんです府内の町は普通の大道大きい道は3軒5メちょっとですからこの辺りが道が全部一方通行になっているんですだからここに行くとあ昔の町これとこれが町っていうのは分かっている でここに米屋町それからここに、えー、ちょっとあのこの辺に三長者の板町っていうがってますだから実はこっちの方はなかなか分かりませんこっちの方でもね、えー、とこの辺が今の都町辺りになるんですが寺町となるこれ,これ昔あったお寺が今もうジャングル公園のとこなくなりましたけどねお寺が。え だからこれも堀ですこれも丁寧に見るとこの大分志士を作る時には朝早朝に前夜皆さんを飲んでいろいろしたゴミをいっぱい出してるところ行ってから地面たんは作ってみると高さが違うんです。それとかこの区画は残ってます、まあ、いずれにしてもこれが典型的なお殿様がおいて侍がいて町人がいる。 でこの外に入り口があるとでここは全部笠間口も堀川町口も米山町口もあの全部食料口とも言ったりしますがあの夜は閉められますですから町へ出ていって村の人が例えば南向いたいの人が行ってここらへんて,し,てしたら帰れんことになるということが起こる。<laughs> ではどんな職業があるのかと。これはもう町の船内をしました。 府内で特徴的なのはこのはかり屋というのですこれはね今記録ではあのさっきの橋本五郎右衛門も,もうこのはかり屋なんですん屋なんですで。これが34件でこれもはかり屋が増えていたこれは1746年ですからもう執刀が入ってくる執刀はあ漢文年間1660年間に文豪の地に入ってきたというふうに言われています。 でこれでで入っっててくるることによりが増えるんです、ね、から城下町らしいのこの研ぎさやしそれから川屋でちょっとここで揚げ酒屋というのがありますよねこれに対して雑酒屋というのがあります同じ酒でも,もうこちらはお分かりですよど雑酒屋というのは酒造りをする揚げ酒屋というのはお酒を売るところです今の酒販売店それに対して飲ませるところはチョコ場とかですね それから「つかまき屋」これも武神部そからこの「家大工」「船大工」というふうに大工さんもここね宮大工おりませんけれどもそれ,それから「ね屋」というのはこれはあどあここに今夜12軒それに対して2軒それからさっきのクイズにありました「紐の屋」というのはこういう11軒多いんですよこれねこういう細工をする人は。 ろうそくがかり、まあ明かりがだんだんろうそくに、それ以前はあの一番最初はごま油のまあえごまの油ですが、それからあの納豆油になってさらにこのろうそくというのができています。ろうそくがけと呼ぶんですね。これろうをかけてから作りますから。これあの明治末から大正の大分県の 主要職種、やっぱり多いの大工さんなんですね。大工、小引き萎縮、竹細工、左官。桶、しいたけ、理髪食畳食ずーっとあります。もう今ない職業、結構ありますね。で、私大分大学にいたときに、これを学生に見せたら。全部職業わかるって聞いたら、わかりません。何言ったら、左官っていうのわかりません。まあ、皆さん、そうおっしゃいますけども。も 最近佐川さんが壁塗ってる姿っていうのはあまり見ないでしょ。もうみんなできてきたり、私に家も壁なくて全部張り紙であのー、なってます。だから例えばこのブリキ細工っていうのは昔はねそのトイレなんか作るのにブリキ屋さんっでさっきのあのオケヤさんじゃないですかカンカンカン買って照らして賑やかだったんですけどもそれとかまあさっきの差し物大工とかですねだからわずか百年ちょっとでもう職業が これは六郎です。木地紙みたいな油絞りとかですねバグこのバグがもうね私の子供の頃には蹄鉄を打つ、あのーま、馬屋さんがありましたからこれあのだからこういう職人たちはですね頭取っていう職人は藩は皆これ税金取るために頭取を作ってこれは延岡藩の大分領大分軍領のあれなんですが。 ここには書吊屋取締り曝露取締まり,バクロ取り,締まり大工の頭取り今夜食取り締まり嫉妬が買い取り締まり売食取り締まりとかこういうふうに職種が今こう決められてその下で親,方親分のもとにみんな置かれていたというとそれからこれはあの同じようなさっきちょっと配らせていただいたあの別府大学の公開講座でたでしゃべらないかなんでこれをちょっと話そうかなと今思ってますが。あの これは豆太の原文四年、千六、七百三十九年の。で、ここでちょっと特徴してます。書式棚。何でもあります、という店なんです、これ。それに対して、これから、これは日雇いですね。それから、蔵司屋十三間。から、ひた独特ですよね、塩屋というのは、七軒もあります。それから。い、お、おん、かけ屋まあ、かけ屋という、金融業ですね。 でこれが1739年18世紀の前半で55種344件まあ中には今ない張り物屋さんとかねそれからうほうき結てこれほうきですねほうきを作る人それとか古着屋さんとか元結いっていのは分かりますかね神おこし悪い。 鍋かましょうとか、ね、もというよじり、これはね、ねる、ひでる人です。うん、これが、千八百六十一年になるとどうかというのがこれです。さっきの書式棚がなくなっているんですよ。で、この特徴をちょっと次に書いてみます。イエスと触種の関係と、元事の時は、非常に多様になっています。 でその中で新しい職種として小間物荒物たばこ刻み煮うり屋煮うり屋というのは食堂です料理屋お茶屋果物屋果物屋までできるんですね下駄や金物屋干物屋,屋ごめんなさい銅真鍮細工縫い物刀を開き出してでここにそれから減ったもの豆田の町から農業をする人が50軒から2軒。 書式棚がなくなります。だんだん専業化したんだろうと思うんですね。それから日雇い稼ぎも減ってます。またちも減ってます。七屋も減ってます。これはなぜなのかよくわかりません。から、ボテボテ商財方たボテ商ってこれ業商の人です。から、油屋も減ってます。ろうそくが出てくるからでしょうね。増えたもの菓子屋。今あの北の赤石さんっていう洋館屋さんがありますが。 もうこのこの地図に絵図に出てくるんです癌症の絵図に。だかさんが増えてる一軒から十一軒。紙屋が増えてる。なんだん焼屋が増えてる。うんどんそば屋。だから外食する人は増えたっていうこと。あ、うん、フルテアが増えてる。生老焼老ソクが出てくるんでゼロから四になる。こういうふうに時代の変化によって職業も大きく変わっていっております。ここはもう時間がありませんのでもうん、時間が来ましたね。 これ方で言いますとおかはんのお抱え職人職人というのは本来はお抱えなんです藩の用事で例えば大工さんとか畳屋さんとか刺し物細工とかそれから左官さんとかそれから瓦屋かからあ大工さんこの炭酸という家はずっと大工さんです。それからあ 中津もこんなにに作ってるんですよもう時間がありません。でさっきの,あの船大工と矢大工っていうのが、あのー、町大工との間の紛争をちょっと紹介したりしてます。から宮大工お宮の,たあの工事に、うんえー、宇佐の大工雇ったらそれが町の大工と紛争が起こったりします。これはエピソードでさっきの、あのー、鍛冶屋の。 鍛冶屋の長左衛門があの奥村彦衛門という武士の釈家に移りたいと願い出ると鍛冶食鍛冶大工は火の用心が大一で心もとないので鍛冶 <laughs> 屋はいけないとその前にね、竹田の町では宇和屋町という,うところがあるんですが多くが釈家だと鍛冶の時その家に構わず面々道具ばかり持ちそうろうと軒 <laughs> 去りそうろうと家かばーんって俺の家じゃないって言うんで自分の道具だけ持って逃げていくとかっていうふうに言います で、えー、最後にちょっと宣伝をさせていただきますが、あのー、11月の22日に現代によみがえる執刀医とい,っていうんで別府大学と国先の執刀医振興会それから執刀医が今度世界農業遺産に指定されましたのでそれから大分県と含めて11月22日に執刀医を絞って、まあ、学生たちも参加して私一応基調報告というんで執刀医の歴史を話すということになってます。それから えー、さっきちょっとビラを配らせていただいた、えー、天舗をした町の文化と歴史というんで私はこの12月何日やなかったかと思いますが最近ねあのそれとこの「このカバン屋の相続と」と池井戸潤っていうのは経済小説を書く人なんですが「カバン屋の相続」っていうのを読まれた方いらっしゃいますあ面白いですね。あの市沢市沢カバン店のモデルににした大変に面白い小説で まさに職人っていうのが受け継がれていってるんだということを分からせていただくような。すみません時間の配分が悪くてあの毎回こういう話になってしまってシルクレトンボになるんですが申し訳ございません終わらせていただきますどうもありがとうございました。